天に星、地に花、人に愛、そしてラジオにメイドガイ。この番組に俺のある限り、貴様の未来はバラ色だ。仮面のメイドガイ、強制ご奉仕ラジオ。皆さん、キュインキュイン、パーソナリティの藤原内科役井口優香です。皆様、キュインキュイン小山でございますよ。アシスタントの小柄子役の小山力也でございます。ということで、仮面のメイド街は月刊ドラゴンエイジで好評連載中の正統派メイド漫画でございます。はあ、そうなんですね、はい、はあ、そしてですね、テレビアニメーション仮面のメイド街はですね、ATX お、 ATX はね、いろいろなんかね、霞が取れたりね、なんかいろいろね、はい、あのいけないことになってるんですよ。ちょっとセクシーな感じで、ね、いけないそして千葉テレビ、ね、千葉テレビでございます。そして TVK、はい、テレビ神奈川さん、そしてテレタマ、埼玉のテレタマ様、そして名古屋のメーテレ様、はい、そしてサンテレビさん、関西のサンテレビさん、そして KBS 京都の放送ね、このようにですね、ね、全ヨーロッパを股にかけてですね、激しくお送りしております、はい、アニメーションテレビアニメーション仮面のメイドガイでございます。はい、はなんかヨーロッパでも大人気な感じで、ありがたい限りですね。ね、本当にね、吹き替えなしでやってるらしいですよ。そうです。日本語でね。字幕が出るんですよね。うん、そうなんですよね。どこまで。素晴らしいですね、本当にもう。はい、それでですね、この番組の目的は、うん、なんとなんと、7月11日に30歳の誕生日を迎えるんです。リキアさん、はい、20歳、あ、20歳ですよね。音声だとこういろんな誤解が生まれちゃいますからね。そうですよね。正真正銘20歳の誕生日をお迎えになる井口優香様がですね、はい、立派な大人になるために切磋琢磨していこうという番組でございます、はい、はい。本編で内科が財産継承権を得るまでメイドガイがご奉仕するように、私小山が全力でサポートしてまいります。ありがとうございます。ね、ね、いよいよですね、はい、お誕生日まで2ヶ月を切りましたが、ね、現在の心境はいかがですかね。いや、もう順調に大人の階段を登ってきていると、巷で噂で今日もなんかこう、はい、道すがる男性にこう振り向かれたりなんかして。うわ、そうですか。あ、そうです、ね、ご主人、そういえばですね、なんか素敵にお化粧なさってますが、ね、ごめんなさい、収録の時はなんかね、もうすっぴんでも、ああ、もう今からやるのか、まあ、上手じゃねえよみたいな感じでいらっしゃるんですが、叫ぶから全部こう落ちちゃうんですね。それをちょっと整えて少しはこう向き合ってラジオするのに汚くない顔にしようと思って。大人になるからって言って嘘はダメ。嘘はダメですよ。ね、ということで今日はこれからどんな予定があるでしょうかね。綺麗にメイクを綺麗にね、変身したご主人でございます。なんと、はい、今週はゲストの方がいらっしゃっておりますよ。そう、本当。本当です。あ、本当。はい、知らなかった。はい、早速お呼びいたしましょう。はい、皆さん、キュインキュイン。エリザベス・ケイ・ストロベリーフィールド役、藤田咲です。あ、藤田さんでございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。もうどこで、もうツッコミどころが満載で、いやいや、もうどんどんね、ゆかちゃんはもうどんどんこう転がしていくからすごいおかしかったです。好きなようにも入っていきたい。これからはね、いいですか、はい、お願いします。ツッコミ役ですか、はい、藤田さんは。いいえ。ボケですか。ボケなんですが、はい、ツッコまざるを得ない状況になると頑張ります。頑張って、はい、ハイスピードでツッコむこともできるボケという感じですね。あ、素晴らしい。うまく言われるとハードルが上がりますね。いやいやいや、もうだってね、リズはね、大変早口でですね、はい、もうね、そうなんですよ、ね、もうビビビビビッとね、うん、決めるところを決めなきゃいけないね、うん、役なんですけど、ね、皆さんには大変申し訳ないことばかり、ね、場を荒らしまくっている、いやいやいや、素晴らしい切り口でですね、はい、ね、もう寝ぼけているご主人の目もパッチリ攻めたわけね。あふれごちゃちゃんと真剣にやってます。え、本当ですか。知らなかった。これからアフターライブの方があるみたいなんでね。なんだろう、また今ちょっとアフターファイブに生きる。アフターファイブってよくわかんないし、アフターファイブなんですね。そうなんですね。ひどいひどい、そんなひどい。藤田さんがゲストに言うからね。その切り口はいけないよ、ゆかちゃん。結構お二人仲いいんですか。ね、前回ね、はい、あの別の作品で、はい、ちょこちょこっとご一緒させていただいて。本当にそうなんですか。はい、そうなんです。でもなんかこうやってがっつり一緒にお話をしたりするの初めてなんですよね。初めてですね。ちょっと緊張しますけれども。緊張しますけど。全然緊張してる。言葉がうまいですね。以前ではないんですけどね、ご主人も。いつかそういうキャラになったの。元からですよ。本当に純粋だったんです。ちょっと待ってください。本当にね、もう素直にね、そのまんま、ね、
もうこのまんまね、赤ちゃんがそのままね、すくすくとね、大きくなってね、何の汚れも知りませんっていう感じだったんですがね、はいはい、どこでどうなってしまったのかですね、うん、もう本当にね、ご主人ね。こんな感じになりました。こんな感じになりました。先週、はい、あ、ごめんなさい、どうぞ。いえいえ、理系さんの力だなと思って。いやいやありがとうございます。いやいやいや先週もですね、小林優さんがゲストに来てくださったんですが、はい、その時にですね、私のなんか鼻の下がね、ビヨン伸びてる伸びてるというふうにですね、言ってないです、何も言ってないです。ね、もう力也さんこんなになってましたよっていうのを言って、音響監督さんからね、はいはい、メールが来ましてですね、はい、こんな風に言ってますよって言われて、そうなんですか。まあ確かに僕、まあ元から顔が長いですからね。そんなことないです。まあ、こんなことないです。力也さんが怒ってらっしゃいますから。いや、怒ってませんよ、全然。怒ってないです。メールに行かせていただきたいと思います。はい。はい小山さん、杉田さん、井口さん、こんにちは。こんにちは。ゼロ回から毎回、キリンクイーン、ゼロ回から毎回楽しく聞かせていただいております。はい、ありがとうございます。ところで、小山さんに質問なのですが、はい、アニメ本編のエンディングテーマ、はい、枠外がかかるときに、小山さんの一言、シャウトみたいなものが毎回違うようですが、はい、あのパートは全話違うバージョンで撮っているのでしょうか。エンディング曲も好きな私としては毎回小山さんと福山さんのコラボレーションが楽しめるようですごく嬉しいです、うん、それではアニメと同様にラジオの方もシーズン5まで続くのを期待しております。ということで理解いったね。ありがとうございます。あ、そうなんです、はい、ね、エンディングで、はい、曲始まるときに、はい、力也さん演じるメイドガイの叫びが毎回違うようですが、一緒ですよ。一緒ですよ。おかしいな、空耳じゃないですかね。空耳、ね、はい、でもなんかお願いします。すごい毎回いろんなバリエーションがある、はい、気がするんですけども、勘違いでした。気がつかなかった。はい、気がつかなかった。家族の力で作ってたんでしょうか。あ、そう。いや、実はちゃんと音声合成だったんです。やっている。いやいや、はい、気です。実は入らせていただいたんですよね。なんと12話全部違うんですよね。ね、最初からもう12年で終わりだって言われたみたいでね、ちょっとなんか悲しいですけどね。大丈夫です、また続いたらまた新しい叫びがあるんでしょうね。そうですね、はいはい、まずは12話分、うん、いろんな叫びが、うん、そうなんでございます、はい、なんとそう頑張りましたからね、ぜひその辺もね、はい、ぜひ DVD になったらね入ることでしょう。入れないかな、ね、いや入ります、入ります、ありがとうございます。はい、私もじゃあ一つ言わせていただきます。はい、はい、ですね、ハンドルネームエビアン様からいただきました。ありがとうございます、はい、今度気分転換も兼ねて引っ越そうと思っているのですが、今のマンションには3年前に越してきた時の倍くらいの荷物であふれ返っています。基本的に捨てられないのでたまっていく一方、引っ越しを機会に捨てようかと思ったのですが踏ん切りがつきません。お二人は物ってすぐ捨てられる方ですか、どうでしょうか、ね、これからも楽しんで聞かせて、楽しく聞かせていただきますので頑張ってくださいということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。なんだか前回、ちょっと前に力也さんはちょっとも、はい、やっぱ物を大事にする方という話が捨てられなかったんですよね。はい、過ぎた杉田くん違うよ、ねえ藤田さんですよ。ご主人、もうご主人心はなんかアフターファイブに行ってるんです。お腹いっぱいになって、ねね、なんかもう今日は頭回らないわ、ね、もうどうでもいいわって感じで。どうですか、さきさんは。はい、どうですか。そうですね、私も力也さんと一緒で、はい、物は捨てられないかもしれないです。じゃあ結構お部屋にはいろんなものが昔からある。そうですね、だから最近は、はい、フィフィスのようなフィフィス、フィフィス、あ、シーズンフィフィス。5シーズンまで行くよりね、シーズン発音が素敵です。あのリズムなんで、あの日頃英語も堪能にしておかないといけないので、アメリカ生まれの藤田さんですよ。不必要なものはちょっと買わないように心にかけてるんですよ、はい、でもやっぱお衣装とかたくさんいるんじゃないですか、いろいろね。そうですね、でも撮影とかね、特にね、女の子はね、いろいろね、たまりますよね、うん、でもなるべく買わないように、うん、着回していけるように考えて、まあね、ちょっといろいろね、上を変えるとかね、アクセサリーを変えるとかでいろいろね、うん、なんとかそうしないとお金も続かないな、経済的な問題が。そんなね、もっともっとこれから頑張っていただいてね。うん、そうですか。他に何かこう集めてらっしゃるものとかいうのありますか。うんうん、あ、ぬいぐるみがすごい家にたくさんあるので、うん、それはファンの方にいただいたのとか。ファンの方ももちろんくださるんですけど、もともと自分がすごい好きだったので、うん、もう本当兄とかもいるんですけど、はい、兄も集めるのが好きなので、うん、兄もぬいぐるみを、兄もぬいぐるみを、400ぐらいあるかな。すごいですね。
考えてた数と全然違う。400。それはもうじゃあお部屋にお人形だらけ。お人形だらけですね。すごい。でそれが一番捨てられないんですよ。うん、命を持ってるから。あ、なるほどね。そうなんですよ。すごい。じゃあお人形がいっぱいあったら。もう他に荷物とか置けないですよね。でも置かないとね、うん、あの台本とかもやっぱ溜まる一方なので、そう、本棚とかいっぱい敷き詰まってますね、うん、すごいお嬢様な香りがしてきました。あ、お嬢様のね、あ、うん、よし狙いか。お人形に囲まれたお嬢様の香りね、うん、ね、リズム持ってた気がします。あ、本当に、うん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 、ベッドに添えてた気がします。あ、なるほど、うんうん、なるほどね。じゃあなんだかリズみたいな方なんですね、やめてくださいそれ、ね。いろいろ語弊があるんで、はい、ぜひちょっとね、ちょっと空気読めないから、ね、いやいやいや、ちょっとね、ちょっとね、うん、まあリズムやりすぎのところがありますけどね。リズム？いや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 、私は私はリズムってのはですね、あの小枯らし、小枯らしがあるように、そうですね、小枯らしがミスターやりすぎであるように、はい、ね、リズムちょっとね、うん、なるほど、そうですね、ミスやりすぎって感じで、ミスやりすぎですけどね、はい、うん、なるほど、そうですか。リコちゃんはちなみに、あ、私はもうボンボンしてます。あっさりしてるな。もうボーイフレンドもボンボン、ね、ボン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 もう変えちゃうのよ。いやいや、なんかそうやってこうなんかね、そうですね、私のあれがどんどん変わっていってしまいます。ミス特会引っかえのね、ひどい、違います。私好きな人に対してはストーカー気味になります。それも言わない方がいい。なんかそんなこと前もおっしゃってましたね。まあそんなことは置いといて、なんか置いといて、もう置いといて、もう置いといて、なんかそういう洋服はまた違いますけど、でも基本的に小物とかは取っとかないですね。なんか不必要なものがあるものが許せないので、基本的にもなんか、うん、貯めても掃除したらもう全部なくしますね。じゃあ引っ越す時とかも一掃したと思います。私まだしたことがないので、うん、じゃあ A 君がこれこれゆかちゃんにちょっとつけてくださいって言うと、なんかあのアクセサリーとかも全部はぁはぁはぁ、もう忘れた、忘れた、そのものいただいてから考えます。じゃあ全国の皆様催促しておりますよ。違います、違いますよ、はい、違いますか、はい、違います、はい、そうですね、はい、きちんとね、やっていきましょう ね、残すもべきは残してね、そうです、捨てるべきは捨てるっていうね。私写真とかも撮っとけないんですよ。写真はあなたはもうお金で買えないあれですよ、うん、そうなんですよ、思い出ですよ。なんか、うん、昔は撮るの好きだったんですけど、うん、撮るとどんどん溜まってって、うん、見るの好きなんですけど、うん、なんか、うん、こう思い返して見るよりは、うん、胸の中に溜めとこうと思って、もういいやって、うん、おー、なんかできる女っていうか、かっこいいですね、ですよね。ここしてるわっていう、ね、嘘です。踏ん切りがつけるんです、ね、いや、どうでしょうね。なるほど、もうちょっと心の豊かさは欲しいと思いますけれども、うんうん、そうですね、でも捨てるべきは捨てるね、はい、バッサリ切るね、はい、今朝かけのお嬢様と言わせていただきましょう。お願いいたします。すみません、あんまり言うと私がね、なんかね、ひどいことばっかり言ってるとは言われますからね。いいんです、すみません、大丈夫ですよ、はい、はい、という感じ で、ね、はいはい、盛り上がってまいりましたけれども、はい、早速次のコーナーに行きたいと思います。はい、井口由香のマイフェアレディ。私が二十歳の誕生日までに達成するべき目標と挙げた色っぽくなる。しかしこの目標を聞いた小山さんは、うん、やれやれと肩をすくめていました。そんなことない。毎回なんかここのところが違いますね。違いますね。なんかね、そんなことはだからないんですよ。いやいや、ね、そんな屈辱を晴らすために、屈辱、色っぽさや色っぽさを磨くべく、セクシーなセリフ、仕草、シチュエーションに挑戦していきたいという思っております。うん、それが、色っぽかったかどうかは力也さんに判定していただきます。はい、色っぽいと判定された場合、メイドガイバッジがもらえちゃいます。うん、現在私井口が獲得したバッジは12個。もはやセクシーと言わずして何と言いましょう。ねえ、ありがとうございます。そんなに、はね、そんなに、そんなに実は言っちゃってたんですね。そんなに言っちゃっててもやっぱりメイドガイバッジもポンポン捨てていくからね。そんなことないです。結局ゼロ個ってメイドガイバッジがどんどん溜まっていって、ね、本当にキラキラしたバッジが。なんだなんだこの雰囲気は。いえいえ。あのですね、はい、バッジを貯めるとすごくいいことがあるらしいんですけど、本当ですか？ぜひ今回は杉田さん。なんで杉田さんなの？君は。なんで杉田なんだよ。本当に。ご主人、いくらでも。
本当に申し訳ない。大丈夫、大丈夫。天然のご主人ですからね。どうか許してあげてくださいね。藤田さんにも挑戦していただきたいと思います。本当に、本当に、このお口が本当に失礼いたしました。藤田さんにも。はい。はい。ということでね。たくさんメールもいただいております。はい。早速では、こちらのセリフをやりたいと思うんですけども、まず私が読ませていただきます。はい。では、ペンネーム、おいでよ、けだものの森さんからの。いやいや、ねえ、もう、さきさんねえ、本当にもう申し訳ございません。はい。さきさん、ごめんなさい、もう、あとで、ビシッと、本当に申し訳ない。な、止めましょうか。いやいや、大丈夫だよ。ねえ、なんか、もう慣れちゃって、集中します。はい。はい。はい。では、早速、読ませていただきます。か。ね、本当にさきさんのごめんなさい。もう本当にすいませんね。本当に申し訳ないです。なんか本当になんか。ね、ごめんなさい。はい。さきさん。はい。はい、集中して私頑張るので2回目お願いしますね。はい。はい、さあでは早速いきたいと思います。うんこがプリッ。行きやだ。行きやだ。はいはい。なんて下品なことを女子を目の前に。すいません。すいません。さあでは気を取り直していきますよ。おいでよ、けなものの森さんからいただきました。うちの犬のうんこが大きい。力也さん、はい、聞いてくださいね、はいはい、判定していただくんですから、はいはい、判定するの、はい、はい、そうです。知らなかった。何回目ですかこれ、はい、いきますよ、はい、ねえ力也、私をこんなに酔わせてどうするつもり。難しい。あのね、その笑いの真意は、いや、あの照れ隠しです。照れ隠し。可愛い。あの、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、やっぱりね、酔ってるということはですね、やっぱりもうちょっとね、酔ったその雰囲気を自分でまずね、体現しないといけないですよね。酔った雰囲気。ね、そんなまたそんなメモ取るようなそんなことじゃないんですけど、ね。やっぱりまずそれを作って上でそれでね喋らないと、これでですね、酔っ払ってる人に限って、僕は酔ってない、俺酔ってねえぞとか言うじゃないですか、ね、そういう気分にまず、まあご主人はまだねこれからですけど、お酒はねなっていただいて、それで自分がちょっとね、そのやっぱりね、その酔ってないしっかりしなきゃと思いながらもですね、でもやっぱりそのアルコールの力を借りてですね、ちょっとこうね、大胆なことをまあね、そういうことですね、気持ち的にね、普段言えないようなことも今だったらこうなんか言えちゃうかもしれないという、なんかそういう高揚感を持ってですね、言っていただかないと、ただ順調なだけでですね、やっぱこれはね、このやっぱりマイフェアレディのセクシー感は出ないですね。じゃあ判定をお願いいたします。もう厳しくいきます。だからね、やっぱそれを作らないと、やっぱりね、それを作ってからセリフにするということをね、ぜひやっていただきたいと思いますね。したがって今回は、まいったやられた、もうメロメロだ、結局やったあのね、こんな感じで12個溜まっていくんですね。いやでもそう、でもまあ12個捨ててるからまた。そういうことじゃないです。もうきちんと別にした、はい、きちんと残っていますけれども、捨てられてからしょうがないね。そんなことない、そんなゼロ個のままじゃね。13個目になりました。13個目にありがとうございます。なるほどな、酔った雰囲気か。じゃあ、さきさん、はい、早速、お願いいたします、こちら。あ、同じのやる、同じのやる。ねえ。これはやっぱハードル高いですね。そうですよね。さっきを超えなきゃいけない。ね。先輩としてですよ。どうしよう。先輩として。何か見せなきゃいけないのかしら。勉強させてください。嫌だ、どうしよう。お願いいたします。いきます。はい。私を、こんなに酔わせてどうするつもり？なるほど。これエコーかけてください。ガッチリ。ガッチリかかってますか？なるほどね。なるほど。私も、ないないって言われてるんです。もっとセクシーになりなさいって言われてるんです。あ、別にね、普段はさっぱりしてらしていいんですよね。お芝居でそう、あれが出てくればね。そうなんですよね。ね。うん。いやいや、なかなかね、いきなりのことにちょっと戸惑われましたが、その戸惑いをですね、やっぱりね、スッと断ち切る。断ち切ってですね、自分の世界をまず作る。ね、作ってやることをやりきる。これやっぱりね、素晴らしいんですけども、できたらもうちょっとね、こう、なんというかね、こっちにこう、趣を
振り向きを、ねうん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 、持ってきていただきたかったんですが、ちょっと全部ねちょっとそっけなかったかなと。そっけなかった、うんうんうん、なるほど。どうするつもり、ちょっと迷惑なのよ早く借りたいのよ、あ、ね、確かに男に思わせてしまいそうなね、うんうん、あのところがありました。なるほど。でもですね、はい、そういうところにまた男が弱かったりするんですよ。まあ、一回やられた。もうメロメロだ。ありがとうございます。じゃあ、サキさんも1個目のバッジゲットということで。やりました。サキさんもこれ貯めるといいことがある。はい。そうですか。はい。皆さん順調にゲストの方も貯めていらっしゃる。貯めていらっしゃる。小林優さんは10個ぐらい貯めてらっしゃる。そう。確かに。だいぶ貯めていらっしゃいましたよね。そうなんだ。あの時はでも器物破損がありましたけど。それで総裁されたかもしれませんけど。いやまた。素晴らしかったですけども。素晴らしかったですね。はい、まだまだありますよ。まだあるんですか。はい、まだある。次に行かせていただきます。はい、こちらは、ラジオネームとんがりクレープさんからいただきました。はい。ゆかさん、りきやさん、さきさん、キンキン。キンキン。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。今回、女性ゲストが来られておることを想定してメールします。はい。ドリュー・バリモアの25年目のキスです。うん、25歳になるまで本当の恋ができずに、うん、恋愛に消極的な主人公ジョージーと、うん、同僚の恋愛の達人のアニータの会話です。うん、今回はリキアさんではなく、はい、女性同士で挑戦してみてください。おー、素晴らしい。なるほど、素晴らしい。初の試みですね。そうですね。掛け合いは初めて。はい。掛け合いは。メイドガイラジオ100回にしてですね。100回初の試みでございます、ね。はい、100回目です。やっと初の。女同士の対決ですね。対決するんだけど。これね、僕ね、この映画僕ね、やりました。なんと、はい、うん、なんとドリューバリモアって知ってますか？知ってます。あの ET の一番ちっちゃい女の子がね、はい、あの可愛らしい方が、ね、あの可愛らしい方が今や、ね、あんな素敵な女性に、ね、大女優におなりになってですね、はい、なんとじゃあ今回は本物との掛け合いはできないけれども、うん、いやいや、本物じゃないですけど、いや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 、ね、今回ね、女の子同士ですね、はい、はい、なるほど、ね、では、はい、さきさんに主人公、うん、ジョジーの役をやらせて、うん、はい、やっていただいて、私が、はい、恋愛の達人アニータの恋愛の達人、達人ですからね、うんうん、先ほどのリキアさんのお言葉も踏まえた上で、でも忘れちゃいますからね、頑張りたいよ、ぽいぽい、記憶は忘れません、すいません、物は捨てても記憶は捨てません、はい、はい、ではやっていきたいと思います、はい、お願いします。運命の人と出会えるまでキスの安売りはしたくないのよ。ダメ男との遊びのキスも楽しいわよ。運命の人とのキスを待つわ。あなた、もし、あー、噛んじゃった。もう一回やったりとかなくて。運命の人と出会えるまでキスの安売りはしたくないのよ。ダメ男との遊びのキスも楽しいわよ。運命の人とのキスを待つわ。あなた、もしキスしたことがないなら大問題よ。うん、いや難しいな、なるほど、どういう場面なんだろうっていうのはすごい考えたんだけど、うん、どこなんだろう、ここ、これまあドリューバリモはね、本当にね、うん、はい、そういう恋愛とはね、無関係に生きてきて、うん、まあちょっと年齢をごまかしてですね、はい、あるところに入り込むわけなんですけどね、それに対してまあ親友がね言ってあげるというね、ぶっきらぼうに見えてて実は友情があるというシーンなんですよね、なかなかねこれはね、そうですね、お互いにな、その言ってることと考えていることがまたちょっと違ったりしますからね、その辺の屈折したところがね、屈折しててなおかつね、でもやっぱりね、相手を思ってあげてるというあったかさがね、あってね、表面的にはこうちょっとねツンケンしてるみたいに聞こえるんですけど、そこのところをやっぱりね踏まえて欲しかった、おおって、はい、そしてご主人やっぱりね止めちゃいけません、ごめんなさい、ね、何かあってもですね、相手はちゃんとね自分がその気でいればですね、はい、つっかようが間違えようがですね、声がひっくり返ようがですね、うん、何しようがですね、その思いをちゃんと受け止めてですね、次の人はもう出てくるわけですよ、マイクの前にね、なるほど、うん、確かにね、自分でめげてはいけない、いけない、うん、そうですね、流れを止めてはいけない、うん、そうなんです、だからもう今回はね厳しくいきます、うん、お願いいたします、ね、お互いね本当にねプロとしてね、はい、もっと頑張っていただきたい、激励の意味を込めてですね、はいはい、もう2人とも参ったやられたメロメロだというまたもや、いや、真剣に取り組んでくださったところがね大変良かったと思います。いや、うん、なるほど、ちなみに、うん、こういう風に色気みたいなものを出す時にはどういうことをすればリキャさん的にはどういうことをすればですか。あ、でもね、色気はね30になってからでいいんだよってね、あの豊口めぐみさんがおっしゃってましたからね、素敵ですね、美はもうそのまんまね、
自分のそのままでやってらっしゃればいいんですよ。そうですね、うん、なるほど、うん、なるほど、いろいろ経験しなくちゃダメですね。そうですね、分かってちゃダメですね、うん、なるほど。まあでもやっぱりそのないものねだりじゃないけど憧れがあるじゃないですか。はいはい、ね、ね、だから僕もそういう憧れを持ってね、あのまあいい男があったりね、うん、筋肉もりもりで強い人があったりするけど、うん、僕はそんなことないけど、うん、憧れてね、あんなだったらいいな、俺だってあんな風になりたいなという気持ちをね、うん、持ってやっていただければね、きっと、はい、絶世の美女もですね、ね、これからまたねチャンスがねいろいろねあると思いますのでね、頑張ります、頑張っていただきたいと思います。はい、では、はい、最後の、はい、はい、メールを読ませていただきたいと思います、はい、ペンネーム毎日が超最高さんからいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お三方こんにちは。こんにちは、キュンキュン。早速ですがこんな色っぽい役をやってもらいたいと思います、うん、ドラマの新婚さんでもよくあるあなた忘れ物よほら行ってらっしゃいのキスというやつです、うん、なお力也さんには、女性のことをマイスイートハニーと呼びかけてもらいたいおそらく照れまくると思いますがリスナーが聞きたいのはそこですどうかよろしくお願いしますということで、なるほど、これはエチュードですね。はい、あ、即興でやらなければなりません。即興でマイスイートハニーを、はい、マイスイートハニーをね難しい、ね、またもや、またもや、はいはい、またもや、ね、はい、はい、じゃあまずは、はい、また私口から、ね、はい、挑戦ですね、はい、じゃあとある朝の一日を、うん、はい、田浦さんの一日を、はい、やらせていただきたいと思います、はいはいはい、ではまずは、はい、力也さんと井口で、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、あなた、ああ、そこからか、おはよう。もう時間ないよ、もう7時半だよ。え、もうそんな時間、電車乗らなきゃでしょ。行かないと行かないと、うん、はい、着替えて着替えて、よし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 、私ね、今日ねちゃんと早く起きてね、うん、ハート型のハンバーグ作ったんだよ。あ、あ、ごめん昨日ちょっと飲みすぎてねちょっとまだ気分悪いからね、ちょっと食べ今食べる、朝からハンバーグちょっときついな。そっか、あ、うん、お弁当に入れといたから、お味噌汁とね、なんか尺の切りとかにしてほしかった。分かった、朝ごはんはちゃんとあるよ。ごめんね、お弁当、マイスイートハニー、マイスイートハニー、ごめんね、ごめんね、じゃあ行ってくるね。はい、行ってくる。お弁当、待って待って、何何、あなた、あ、カバンカバン、あ、カバンもね、あとこれも、カバン忘れ、あ、お弁当、あなた落ち着いて大丈夫、まだ30分、あと5分電車まであるから、本当、あと5分、あと5分だと、あと5分だって言えるけど、駅すぐそこだから大丈夫、遠いんだよ、渋谷まで15分走らなきゃいけない、じゃあ本じゃね、待って待って、忘れ物、あなた、何何何、ほら、え、急いでるけど、うん、何何、いってらっしゃいね。あ、ちょっと、ジョン、あなた、ジョン、またうんこしてるよ、どっか取っといてよ、ちゃんとさ、ジョンのお朝からお前は大きいな、ほんと。はい、あなた、な、行ってきます。お弁当忘れてる。あ、ズボンチェック開いてた、やばいやば、チェックも開いてるし、お弁当も忘れてる。待って、はい、何何、あと、はい、行ってらっしゃいのキスは、あ、また今度ね。なんでだって恥ずかしいじゃない。はい、ということで、は、拒否はされましたけれども、いやいやいや、やり返し、初老の夫婦が、なんでこんな言うんだ、初老の、ありがとう、起きてください。優しさを取り寄り、おじいさんとおばあさんになってましたが、あなた、朝です、朝ですよ。ということでね、わたわたしましたけれども、素敵な新婚、はい、初老で、初老で素敵なって言われたような。はい、では、リキヤさん、なるほどね、はい、また60歳と58歳でね、結婚したかもしれない、ね、そうですよ、それでも新婚さんね、新婚さんですかね。じゃあ、リキヤさんちょっと一緒にやっていただいて、ちょっとまだバタバタしておりますけれども、はい、早速判定の方をお願いしたいと思います。これはですね、うん、やっぱりね、目標を達成しなきゃいけない、そうです ね、うん、なんだかんだ言ってるんですね、あなた、うん、まずまず、うん、こうやって忘れ物だったでしょとかでもね、そういう程度もいいじゃないですか。かっこいい、ね、うん、色っぽい、はい、行ってらっしゃいとかね、うん、そっか、そっちの手もありましたね、うん、だからね、段取りだけをこう考えてね、やってるとね、やっぱダメなんですよ。なるほど、何が起こるか分かりませんからね。そうですね、これはインプロビゼーションですから、インプロビゼーション、ね、はい、うん、もうね、その遠い側面にです、側面にですね、うん、ね、どんな状況であろうとですね、まずね、うん、これだけはちゃんとしてからね、うん、送り出すというね、うん、目的をまず第一に考えて、うんうん、臨機応変に行動を取らなければいけない。なるほど、うんうん、その辺が求められてるわけですね。なるほど、臨機応変、うん、アドリブ力ですね、ですね、そうですね、書いてあることを順番にやるというのではダメなんです。ダメなんです、うん、ね、難しい、従ってもう厳しくいきます。お願いします、はい、厳しくいきますよ、もう本当にね。まいった、やられた。もうメロメロだ。素晴らしい、やったぞ。僕がね、本当意地悪ばっかりしたんですけど、けなげにね、全部ね、対応してくれましたね。けなげなのはもうね、尽くしてる感じがすごい出てた。
素敵な、うん、15個も溜まってしまいました、うん、けなげな気持ちがねやっぱ一番ですね、はい、人間 ね、うん、はい、では、はい、私もやるんだ、もういけないですかね、危ない、嫌がってらっしゃいますよ、さきさんにやっていただいてこのコーナー締めたいと思うので、わ、はい、かりました、はい、じゃあ今度はもうちょっと僕も若くね、はい、初老にならないように頑張ります、心の準備はいかがですか、はい、大丈夫です、大丈夫ですか、では、はい、お願いいたします、はい、よーい、あなた、あ、おはよう、おはよう、おはよう、さき、よいしょ、あ、今日もいい天気だね、そうね、すごい晴れてよかったわ、ね、よかったね、あ、もう行かなくていいの、本当だ本当だ、あ、本当だ、ね、行かなきゃ行かなきゃ行かなきゃ、着替えて着替えて、うん、うん、そうそうそう、ね、昨日と同じ格好で知ったらね、みんなにね、そうそう、この頃ね、うるさ、ね、汚いって言われるからね、ほらネクタイ締めてあげる、ああいいいい、自分でやるよ、なんだいいじゃない、あ、ありがとうありがとう、ごめんね、あら、決まって決まった、ありがとう、はい、あ、でもこれでモテちゃうかしら、うん、そんなことないよ、そう、大丈夫だって、もうちゃんとほら指輪してるから、そうね、うん、もう僕はね、さっきのものってねやだもん、あ、やだ、恥ずかしいね、あ、行ってきま、あ、パンだけこれ持ってくね、はい、あ、お、うん、じゃあね、あ、行ってきます、あ、待って待って待って、なになに、行ってきますのキスは、え、いや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 、パン口に入ってるからダメだよね、飲み込んで、もう急がないと、ごめんね、ダメダメ、え、ダメだよね、これがないと朝始まらないでしょ、いやいや、朝始まらないって言って仕事行かない、ほらほら、ほら、ほし、邪魔よポチ、ポチが、はい、チュッ、あ、いってらっしゃい、行ってきます、にゃるほど、にゃー、なんだこれ、にゃるほどな、こんな夫婦見たことないよ、わかりました、いやいや、ごちそうさまでした、では早速ね、ポチが可愛かった、ポチが可愛かったですね、ごめんなさい、あまりね、ポチ構ってあげられなくて、素晴らしいですね、なんか見てね、ちょっとドキドキしてしまいました、可愛かった、ねね、素晴らしかったですね、ご主人、早速、うん、いやいや、ビキヤさんに判定を、うん、はい、お願いしたいと思います、これはですね、やっぱりね、ポチがね、あのね、来てくれたことによってです ね、ちょっと一瞬ね、なんかドキッとする空気が生まれてしまいましたね、なんか、一瞬、僕逃げようと思ってたんですけど、うん、ポチが来てちょっとひるんでしまったところですね、うん、さあ、ナイスパス、うんうん、ナイスパス、ね、ありがとう、ゆかちゃん、はい、見事にちゃんとね、あの目標を達成されたので、これは素晴らしいと思いましたですね、クククー、何のつもりだ、参った、やられた、もう何だ、びっくりさー、びっくりしたキュッてなりましたね、キュッて、あ、クク、あ、ダメなのかなって思いました、ということで、はい、優秀ですね、優秀ですよ、ユズ、ね、ありがとう、ユズのセリフあんな難しいのをね、ビチビチね、ビチビチじゃない、ビンビンね、もうやらなきゃいけないんだからね、すいません、いつもお世話になります、ということで、はい、さきさんは3ポイント、はい、バッジを獲得、いつももらえた、ありがとうございます、いや、ありがとうございます、そしてご主人がね、はい、15個、ね、1個目のもう捨てちゃったから、捨ててないです、もうすでに捨てたの、ちょっとそれはダメだ、はい、最初の頭のではトークカットしましょう、物は取っときます、はい、私、はい、はい、ということで、はい、早速、ポイントもたくさん貯まりました、はい、これからも頑張っていきたいと思います、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、以上、井口ゆかのマイフェアレディでした、日常で遭遇したあなたのファインな状況を募集しています。では。はい、いきますよ。はい。初の試みでございます。はい。はい、警戒に参ります。はい。はい。いきますよ。ほっ。ご奉仕ネーム、リトコンブさん。輸入物の古着のジーンズを買ったら、ポケットにしわくちゃになった1ドル札が入っていた。なんだかファイン。ファイン。ラジオネーム、常にスニーカーさんからいただきました。出席番号が34番なので教官から今日は何日だからその数字を取って何番の何々と講義で当てられません、ファイン、ファイン。ラジオネーム北野丸ボロさん、珍しい銘柄のタバコを吸っていたら日本での発売が中止になってしまい、他の銘柄に変えるのも尺なので吸うのをやめたら自然と禁煙できました、ファイン、ファイン。ペンネームテンアップ様、今日3週間ぶりに女性と話した、ファイン、ファイン。ラジオネームガリンペイロさんからいただきました、卵を割ったら黄身が2つ入ってた、ファイン、ファイン。ラジオネーム笠原隆さん、
甥っ子が言葉を覚えたというので会いに行くと、開口一番笑顔でおじいちゃん行ってらっしゃいと言ってくれました。ファインファイン。ラジオネーム、イヤホンが捨てる王様。奇跡的な遭遇でもないのですが、長い就職活動の末、ようやく内定をいただきました。ファインファイン。ということで、はい、紹介させていただきましたけれども、はいはいはい、初の試みファイン。初の試みファインでございます。いろいろなファインがありましたけれども、ね、皆さん何か気になったファインはございますか？そうですね。ね、うん、どうですかね。出席番号なんて懐かしいですね。はい、あ、出席番号ね。うんうん、34番だから。うん、34日はないからってことですよね。でも結構3と4を足して8とか。あ、やりまじで、ね、3と4足したら7ですけど。あ、じゃあ7ね。本当にもうご主人もうアフターファウのことばかり考えてるんじゃないよ。気がそぞろになってるのかな。ちょっと休憩してもらっ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 てもらこれにですね、はいはい、このイヤホンがステレオ様がですね、うん、よろしければ社会人になるにあたって、うん、これだけは守りなさいなどと注意がありましたらお願いしますということなんですけど、主人さんどうですかね。そうですね、社会に出た先輩として、うん、でも一応大学に通ってらっしゃったんだったら、うん、もう大学でこう常識とかを学んでると思うので、うんうん、常識の範囲内で何かをやれば全然誰も何も文句言わないですよ。常識の範囲内でね、うん、そうですそうです。非常識はいけませんね。非常識なことはいけないですね。あれ休憩してたんじゃないですか。あれ回復しました。あれ私が KY かな。いやいや、とんでもない、そんなことないですよ。復活しました、うんうん、ね、そうですよね、なんか特別いけないことってありますかね、なんかね、例えば、まあ、人様に迷惑かけちゃいけませんからね。でもまあこの頃なんかね、なんかあんまそういうこと考えない人もいますけどね、うん、ね、いろいろね、あとなんかやっぱいろんな自分の当たり前がこう価値観がやっぱいろんな人がいればいろんな価値観があったりとかして、うん、意外と自分の普通ってあれだったりとか、はい、ありますね、一番大事なものを見落としてたりしますよね、うん、あ、自分が普通だと思ってることが実はね、うん、自分の独りよがりだったりとかもね、はい、うん、あることもあるの で注意していただきたい。あ、そうです、ね、なかなか素晴らしいですね。ご主人あれ休憩してたんじゃないですか、ねね、はい、あんなに休憩したら最低に良かった、はい、活性化されました、ね、はい、リキュアさんからいただいた美味しいジュースで、ジュースキャラメル巻きやろ、コーヒーですか、コーヒーです、もう一回休憩しようかな。何でもかんでも出任せを言っちゃいけないよ。ゆかちゃんは適当な人間なのね。なんとなく今日分かってきました。いい意味で、高田純次さんみたいな感じで、いい意味で、ちょっと目指してるんですよ。ありがとうございます。女純次を目指して、女純次を目指して、力也さんはやっぱり大先輩として他に何が思うか、大先輩とは人が、だって私たちはなんていうのかな、なんか、まあ、力也さんもそりゃ演劇で社会人というわけでも、はい、社会に入っているっていう、はい、いや一応社会人ですよ。なんかフォローになってる気がしますよ。社会人で、税金も払ってるんですけど、はい、会社員というものとはまた違った自由な、ちょっと変わった自由で、自由で、すいません、力也さんがボヘミアン、そんなに毎日乗らなくてすみません。自由業というか、はい、なんだろう、毎日スーツを着るみたいな、リケさんはいつもシャツは着てらっしゃいますけれども、はい、なんかスーツを着てみたいな感じではないじゃないですか。だからなんか、すいません。いや、そういう面でもう同じ。あっちゃー、どうしたらいいかな、はい。いや、でもなんかそういう、はい、中でも、リケさんはとっても、いろんなことを経験してらっしゃると思うんです。その中で。いろんなことを経験して捨てられないから、はい、そんなことない。でも未練たらたら。でもリケさんは、はい、ピシッとしたシャツとかを、はい、お召しになってますけれども、それは何か自分でこういうシャツにしようとかいう気分になったりするんですかね。いや、まあシャツの方が好きなだけですけどね、そんな深い意味はないんですけど、はい、でも毎回シャツがいろいろ
こだわりじゃない、何でしたっけ、なんて言うんだっけ、こういう時の言葉、ちょっと、ボタンが、タイムショック、シャツに見えてもボタンが変わってたりとか、ちっちゃなところに。プチオシャレ。はい。ありがとうございます。ちっちゃなところに実はオシャレが。ちっちゃい男の子にしては、ちっちゃいところに。ちっちゃい男の子にしてはオシャレだなと。お前はまだまだ小物だなと。あー、参った、参った。ちっちゃいところに。ごめんごめん。ごめん。ごめんね。すみません。ありがとう。はい。そのお気持ちだけで十分ですよ、ご主人。はい。力也さんは。はい。私はですね、そうですね。やっぱりね、挨拶をちゃんとする。ね、ありがとうございます。ごめんなさいね。ね。それはちゃんとね、口にする。なんとなしにね、まあ、悪いと思ってるんですけど、とか、そんなんじゃなくて、やっぱりちゃんとごめんなさいはごめんなさいと言う。ね。この子、偉い人でもなんかテレビでも言わないじゃないですかね。なんかね、遺憾に思いますね。遺憾なんて他の人が言うことですよ、そんなのね。自分が悪かったね、ごめんなさいって言わなきゃね。ありがとうとごめんなさいとね、おはようございますとかね。やっぱり言うとね、きっとね、その場の空気がね、良くなりますからね。そうですね。ありがとうって言葉を、1日3回でしたっけ、言うといいって言いますよね。なんか自分自身の気持ちも相手も、なんか良くなるんですって。なるほど。あ、本当、いいことを聞きました。何回今日は僕も3回ね。ね、むちゃ、何でもかんでも言えばいいってことじゃないですかね。心からの。そういうふうに自分が思ってね。あとは目を見て話すことですからね。その通り。最近の子はあんまり目を合わせてくれなかったりしますからね。その通りです。いろいろありますね。いいラジオだな、なんか。いいラジオだったんだ。いいラジオだったんだ。気がつかなかった。何回目ですか、これ。はい。はい、ということで、たくさんのお話も聞けて。やっぱりね、今日のいい話ができてね、ちょっと僕もファインになりました。ね、いい話をね、こうやってね、お二人からもね、聞かせていただいて。私もファインです。私もファインですよ。なんでいいファインなんでしょう。なんでファインなんだ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、以上、今日のファインでした。仮面のメイドガイ、強制ご奉仕レディオ。ここで最新情報です。現在発売、現在好評放送中の仮面のメイドガイ DVD 第1巻が6月25日発売予定です、第1話初めましてだご主人、はい、第2話博士の愛した巨乳の2話を収録しています、初回限定の特典としてメイドキングダム メイドキングダム観光案内が封入されておりますよ、南米のどこかにあるというメイドさんたちの楽園メイドキングダム、それをモチーフにした原作者赤井丸五郎先生をはじめ複数の著名作家によるメイド歌集になります。おお、なるほど、はい、そしてですね、はい、オープニングテーママキシシングル「ことこ様のスペシャルライフ」が5月21日発売予定ですね、発売予定ってもう発売ね、今更ね変えちゃダメですよ、もうねもうあとちょっとなんだからね、今から延期とかするんじゃないよ初回限定版にはことこ様出演の PV ね、PV ですよ、プライベートビデオじゃないですよ、はい、そのまま、ね、PV 収録の DVD 付きです、はい、そしてエンディングテーママキシシングル福山よしき様の枠外、これはですね5月28日発売ね、あと1週間置いてね、ことこ様の次1週間置いて発売でございますね、こちらももうすぐ発売ですからね、よろしくお願いいたします。はい、そしてコミック仮面のメイドガイ第8巻、初回限定版濃厚ご奉仕パックが好評発売中です。ナエカと吹雪の携帯クリーナー2種が付いています。価格は780円です。そして仮面のメイドガイがなんとねファンタジア文庫で小説になります。仮面のメイドガイメイド革命バージョンが5月20日発売予定、そして仮面のメイドガイインカ帝国の逆襲バージョンが6月の20日発売予定です。なるほど、そしてそして、この仮面のメイドガイ強制ご奉仕ラジオが、DJ CD となって発売されます。第1巻は、7月25日発売予定となっております、大人の階段を疾走する私井口優香の姿を半永久的なメディアでご堪能ください、そしてなんと、仮面のメイドガイがドラマ CD にもなります、第1巻は8月22日発売予定、オリジナルの話になるらしいです、ね、キャストも全部一新してね、頑張っていきたいと思います、頑張っていきたいと思いますね、ということでたくさん情報ありました、ぜひぜひ皆さん、ドラマ CD やるんだったらね、アニメだってね、シーズン2まで、そして5まで、シーズン5、シーズン5頑張っていきたいと思います、ということで以上最新情報でした。
仮面のメイドガイ強制ご奉仕ラジオ。つこってウェブラジオ仮面のメイドガイ強制ご奉仕ラジオいかがだったでしょうか。はい、はい、どうでしたか。ゲストで来ていただいた藤田藤田さき様、はい、私藤田さきと申します。大丈夫です。藤田さん、藤田さん、ありがとうございます。お疲れ様でした。本当に楽しかったです。なんかこの2人のやり取りを見ていたいなって思いました。いやいや、ね、ほうほうほうって癒し系ですね、このラジオは。そうですか、これで。いや、違うんです。リキヤさんがとても癒し系なので、それにも便乗して便乗して今日はちょっとご主人をなんかね、今日突っ込みすぎた。本当にも失礼しました。すみません。いやいや、私が失礼の真似を。悪くございました。謝りやすいなっていいです。ではでは、ここで今夜の紹介をさせていただきたいと思います。まずは井口優香のマイフェアレディ。私井口がセクシーさを磨くコーナーでございます、はい、私井口、そして女性のゲストなどにチャレンジしてほしいセリフやシチュエーションを募集しています。はい、募集しております、うん、そして、はい、今日のファイン、はい、日常で遭遇したファインな出来事を募集しています。初めてやりましたからね。やりました ね、 ね、またこれからも、はい、はい、ね、うん、軽快なテンポにね、はい、乗せてね、はい、どんどんご紹介したいと思います。はい、はい、そして任せて安心メイドガイ、こちらはメイドガイがあなたのお悩みを解決してくれます。はい、ということで今回はお休みでしたね。はい、来週に行きたいという感じで。来週は頑張るの。頑張るでござる。小枯れさんが、はい、ということで、もちろん、はい、普通のお便り、応援メール、質問メール、読んでほしいゲスト、こんな新コーナーがあったらというメールもお待ちしておりますので、はい、どん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 送ってきてください。はい、そして、うん、番組中で私たちが最も面白いと思ったメールを送ってくださった方に、はい、井口優香金星修法制覇学園男子剣道部、うん、藤原内科父ファンクラブ鉢巻きをプレゼントさせていただきます。はい、こちら、はい、なんと霧の箱入り出た出た、ね、これであなたもクラブに入れちゃう。入れちゃう、ね、うん、ね、どうするの、ゆかちゃん、これで追いかけ回せれることがあったら。喜んで喜んで喜んで追いかけ回されますか。市内で流していただきたいと思います。いいですね、撲殺ですね、撲殺、ね、ね、これであなたもね、はい、社会に迷惑をかけない健全な変態になっています。健全な変態、はい、ね、リバ、はい、ということで今回はですね、はい、3人で選ばせていただきました、はい、今日のファインにメールをくださった、うん、イヤホンがステレオさんからいただきました、はい、ありがとうございます。この方がね、メール大賞、はい、メール大賞、はい、本日のメール大賞でね、はい、このハチマキを送らせていただきたいと思います、はいはい、ぜひぜひ、ね、お家で巻いてください。楽しみに。あんまり外で巻かない方が多分いいと思いますけど ね、 なるべくお家で巻いていただいたらいいかなと思います。たまに気合を入れて外で巻いてみたいと思います。あ、たまにね、はい、ご主人、たまにね、はい、たまに、はい、ということで、はい、わかりました、ありがとうございました。はい、はい、そしてこのラジオはですね、うん、アニメイト TV で毎週毎週毎週エブリウィーク木曜日更新でございます。はい、メールの宛先はメイドキングダムアットマーク fwinc.jp、 メイドキングダムは maidkingdom アットマーク fwinc.jp までお送りくださいませ。お待ちしております。次回の更新は5月22日の予定です。こういうところでですね、はい、実は本日のゲストのさきさんもですね、はい、ね、なんとなんとアニメイト TV でですね、そうなんです、ね、ラジオやってらっしゃるということで、なんだと、はい、藤田さきのフォーミュラスマイルっていう、なんかなんかエリザベスを意識しようよ。フランス語ですか。いいえ、なんでフランス語スマイルだよ。It's English、 ね、なんかとてもなんか高貴な感じですね、フォーミュラスマイル、うん、エブリフライデーに、エブリフライデーにね、あ、おそらく更新かと、ね、あ、そうなんですね、かぶりじゃなくてよかったですね。かぶりじゃね、裏番組じゃなくて、そうです、裏番組じゃない、裏番組藤田ではないです。あ、木曜はそうですね、木曜はね、このね、ご奉仕ラジオね、はい、ご奉仕ラジオとですね、こっちはスマイルでございます、スマイルでございます、はい、金曜日はそちらね、じゃあお互いでこう、はい、上位ランキングに行くように、あ、行きましょう、行きましょう、ね、引き上げていきましょう、切磋琢磨してですね、はい、頑張っていきましょう、行きたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。はい、本当に今週はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひいらしてください。はい、ぜひメイドたち本当に来てくれるかな。今までのゲストの中で一番なんかこうクールというか、なんかこう笑顔で、うん、ない、なんかこうさらっと言う感じがします。近いんですかね、私と。はい、私もあの AB 型になりたい子なんで、なるほど、ちょっと ゆかちゃん寄りかなっていう。あ、ゆかちゃん寄りなんですね。いいんだか悪いんだか。いや、いいと思いますよ、とってもいいと思います。はい、ではでは、はい、ね、はい、ね、うん、それでは、うん、また次回、キュインキュイン。井口優香19歳。
成人を迎える二十歳の誕生日まであと57日。